1963年6月25日、大阪府枚方市の関西医大で生まれる。家族は両親と2つ年上の姉の4人家族。小学校の時はちょうどスーパーカーブームが起きて、スーパーカーに夢中になってカメラ片手にスーパーカーを追いかけている少年でした。そのまま車大好きが高じて、関西大学工学部機械工学科に入学。将来車のエンジニアになるぞと思っていたところ、大学1年のフーリエ変数という数式の時点で挫折。将来のことなんて何にも考えず、遊び大好きの大学生でした。大学時代はスキー、バイト、車に明け暮れ、結局5年かかって卒業。当然就職のことなんて何にも考えていない大学生でしたので、就職はスキー場で出会った社長に拾われ、アウトドアと学生をターゲットにした10人ぐらいの超零細企業に就職。20代は平日スポーツネットワークというフリーペーパーの編集と広告営業、休日はアウトドアイベントの取材やお客様の送迎などで、年間20日しか休みがないという生活。まあ今でいう超ブラック企業でしたが、ここで編集、カメラ、デザイン、ライティング、広告、販促、イベントなどの仕事が学べたことはとっても良かったです。1995年、32歳で社長と喧嘩して独立。この年、阪神淡路大震災の年でした。震災で携帯電話が活躍したこともあり、今後の日本で通信インターネットの世界に俄然興味が湧き、35歳の1998年頃から大阪府などの行政やパナソニック、サントリー、コキョなどの大手企業のウェブ制作を請け負いました。結構稼いでおりました。その時にそのまま上場しましょうとか有頂天になったのがあだとなり、結局借金5000万円ぐらいを抱えてあえなく失敗。そのまま暗黒時代に。暗黒の20年間はセミナー講師やったり、ライターやったり、受託案件をこなしたりして、なんとか借金返済しながらフリーで食ってました。その間、デジタルハリウッド大学院の客員教授をさせていただいたり、 Google の元日本法人の社長の村上さんと一緒に学生と経営者との交流を図る社大法人を設立したり、楽しい日々を送っておりました。が、2017年6月、54歳の誕生日の時、ふと思いました。インターネットって時間と場所を選ばないワークスタイルができるんじゃなかったっけ。僕の人生あと何年か分かんない。エアーズロックもナイアガラの滝も見ていないで死ぬ人生なんて嫌だ。いつ行くの、もう動き出さなきゃまずい、ということで1年かけてトラベルワーカーという名のもと、現在場所にとらわれるウェブ周りの受託案件は一切断り、ファンコムというオンラインコミュニティのプラットフォームの運営、シェアウィズの上でのオンラインラーニングビデオの販売、FBA を活用した Amazon での物販など、時間と場所を選ばないビジネスを現在強化中です。また2018年には、14年から始めていた Airbnb の民泊の宿を完全閉鎖を機に、9月より本格的な旅活動を開始します。またこのワークスタイルを皆様にお伝えしていければ多くの人がハッピーになれるのではないかという視点で、ブログやツイッターなど情報発信中です。でもって、まだ旅の途中。